トーンルン・シースリットは、ラオスの政治家、博士、副首相兼外相、首相を経て、国家主席及び、ラオス人民革命党中央委員会書記長を務める。党政治局序列1位、同国の最高指導者の地位にある。トーンルンは1945年、ラオス北部のフアパン県に生まれた、ラオス内戦中に革命運動に参加。 1962年、フアパンノネオラーオハクサート教育学校に入学し、1969年まで学ぶ。また、1962年から69年まで、フアパンノネオラーオハクサート教育課に勤務。1969年、在ハノイネオラーオハクサート代表部に勤めた。1973年、ソレンデニングラードの教育大学に留学し、言語学及び、 文学修士号を取得。内戦終結後の1978年に帰国した。同年、ビゲンチャン大学の教員に就任し、1979年から1981年は、教育大臣秘書官、教育省障害課長を歴任した。1981年から1984年、モスクワの社会科学アカデミーに留学し、歴史学博士号を取得。 帰国後の1985年から1986年、首相府公共調査局長。1986年11月の第4回党大会において、党中央委員に選出され、党内序列第47位となる。1987年、外務副大臣に任命され、92年まで務めた。1991年3月の第5回党大会において、 中央委員に再選し、序列第27位に昇格。1993年、カムタイ内閣で労働、社会福祉大臣に任命され、97年まで務めた。1996年3月の第6回党大会において、中央委員に再選し、第15位となる。1997年12月の国民議会議員選挙で当選し、 翌1998年2月、第4期国民議会議員に就任するとともに、国民議会常任委員権、外交委員会委員長に任命された。2001年3月の第7回党大会において、中央委員及び政治局員に選出され、序列第9位となる。直後の3月27日、文藝内閣で副首相権計画、協力委員会委員長に任命。 2002年2月、選挙で当選し、同年4月9日から第5期国民議会議員を務める。2004年8月、委員会組織の解消により、副祉証券計画、投資委員会委員長となる。他に、投資、協力委員会委員長、ラオス国家エネルギー委員会委員長を兼ねた。2006年3月の第8回党大会において、政治局員に再選され、 序列第8位となる。同年4月、第6期国民議会議員選挙に、ビエンチャン選挙区から立候補し、当選した。6月8日、第6期国民議会議員に就任するとともに、ブアスオン・ブッパーバン内閣の副首相兼外務大臣に任命された。2010年12月、ブアスオン首相の辞任後も、トーン新内閣で副首相兼外務大臣に、留任した。 2011年3月の第9回党大会において政治局員に再選し、序列第4位となる。2016年1月第10回党大会において政治局員に再選し、序列第2位に昇格。同年4月20日、第8期国民議会第1回会議において首相に選出された。2021年1月第11回党大会において、 政治局序列1位となり、当初基調に選出され、文壌から最高指導者の地位を継承した。また、同年3月22日の第9期国民議会初会会合では、国家主席の座も文壌より継承した。計画、協力委員会委員長として、経済解放政策を推進した。また、外務大臣としては、前任者のソムサワーとレンサワットが、 親中国路線であったのに対し、トーンルーンはよくバランスが取れた外交政策を展開していると見られている。ラオス語に加え、英語、ロシア語、ベトナム語が話せる国際派。趣味はゴルフ。ナーリー・シースリット夫人との間に男子二人と女子一人を設けた。ありがとうございます。